吉田さん、パソコン来たんですか？いいですね。エイリアンパソコン、私もちょっとね、今検索してみたんですけども、オーロラって新しいバージョンになって、かっこいいですね、やっぱりね。このかっこよさって、機能の一部だと思うんですよ。かっこよさってのがね。使えれば何でもいいってもんじゃなくて、やっぱりね、お、使っててかっこいいな、なんかテンション上がるな、みたいなのは、やっぱ必要だと思いますし、まあ、車もそうなのかもしれないですよね。移動できればいい、乗れればいい、みたいなものではなくて、やっぱりね、外から見えてる自分をイメージしたり、運転してる時のこのビジュアルを見たりね、車内を見たりとか、それからたまに信号待ちしてる時に向こうの透明なビル、まあ最近はないですけど、私たちの住んでるところには、まあ、広島でもね、街中行くと信号待ちしてる向こうにガラス張りのビルにこう映るんですよね。かっこいいじゃんと思ったりしてね、こうやってなんか整えたりとか、そうすると着るもんやヘアスタイルにも気を使っていきたいなとかね、しまいには靴も買い替えたいなっていうことになって、どんどんね、消費者としてはかもられるばっかりなんですけども、まあでもそうやって、なんかいろんなところにね、自分の気持ちを張り巡らすことができるっていうのはすごくいいなと思いますね。私は好きですね、そうやってかもられるのが結構好き。あれこれいいものを紹介してくれる人がいて、自分でも探しに行って、よしこれだと思うものをね、購入するという、まあ、人生っていうのは一瞬ですから、その中で意欲を持って何かが欲しいとか何かを手に入れようとか思うのっていうのは本当一瞬だし、手に入れられるのも一瞬だし、ね、やっぱり5歳10歳の頃にパソコンだの車だの買うほどに欲しいとは思わないですよね。で今度60代70代そして80代になってかっこいい車乗り回したいってなかなか思わないですよね。だから人生がだいたい80年としてね、コアタイムって言って本当に自分の思ったように動けるのっていうのは体力的にも意欲的にも半分の40年ぐらいじゃないですかね。そうだな、せいぜい20代から60代までの間ぐらいじゃないですか。でその中で自分の能力と社会のバランスが一致する、例えば災害もないし戦争もないし社会的不安もないしみたいな感じで、経済も動いてるしみたいな感じでバランスの取れてる時ってまさにもっともっと短くって、80年の人生だと思ったら正味使えるのって20年前後ぐらいじゃないかなって私は考えるんですよね。だから旬を逃すともうね、どんだけ意欲があってもどんだけお金があってもできなくなる瞬間で来るんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばね、日本一周旅行しようかなとか思ってる人がいたとして、この3年間でできましたかっていうこととかね、これからもできそうですかってことを考えたら、2019年までに行っときゃよかったなみたいなね、戻らない時間をものすごく貴重なものだと気づくみたいなね、まあそういうふうな気づきってのがあらゆる場面で私たちを気づき上げてくれるっていうのかな。そしてどうやったら気づけるかっていうと、気をつけていればいいんですよね。気をつければ気づけるし、気づければ人生が構築できる、つまり気づくになるのかなと思いまして、今回のタイトルにさせていただきました。さあ今日はどんなことに気づけるでしょうか。今日は FX はないですけども、やっぱりこのチャートからね、いろんなテクニカルに気づいていく、これも直結するのは利益なんですよね。いってらっしゃい。